ミナトちゃん。よし。うん。お。ありがとうございます。わかった。はい。あいつも給料入ったし。お。まあな。はい。そっちですね。こうやってミナトちゃんと歩くのはなんだか新鮮だね。この前も一緒に歩いたじゃないですか。あれはミナトちゃんと歩いたというよりもカムロップと歩いた感じだし。あ、そうか。そう考えたらまたなんか緊張してきました。さっき見たラーメンの模型かぶりやすそうだったな。俺ラーメンの隣歩くの嫌なんだけど。そういえばコンビ名どうする？必要だよね。あ、確かに。どうしましょう。ヘッドショットラバーズとか。それどういうセンス？君たまに怖いね。ハウスオブザデッド2を今ドリームキャストでやっていまして。なるほど、いい趣味してる。あとは無難なところだと名前入れるのとかかな。ヤガミ&ミナトとか。語呂があまり良くないな。ヘッドショットラバーズは無駄に語呂がいいね。時間もないですし、ヤガミナトとかでいいんじゃないですかね。なんか急に適当になったな。まあいいか、ヤガミナト。悪くないかも。コンテストで優勝したら何かもらえるの？確か金一封とやたら大きな優勝カップがもらえるはずです。やたら大きな優勝カップ？
はい、正直置き場に困ると評判で、優勝したコンビのどちらが引き取るかで喧嘩になるとか。罪作りなカップだな。実はさ、すごいです。これ受け取ってもらえるかな。居酒屋か。すごいです。八神くんのお給料300。俺の給料安いな。いや、それ俺がやるやつ。おい。
態度だよ。もういい。どうもありがとうございました。
ったく、時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございました。ありがとう。八神さん、さっきは大丈夫でしたか？警察庁のあの坂東という人、もしかしてRK？ ああ、間違いない。桑名の居場所を知りたがってた。なるほど。そういえば星野くんが RK の噂を聞きつけてきたようです。星野くん、 RK のことで何か？ええ、どうやらあの阿久津って幹部が神室町に戻ってきてるそうなんです。阿久津が RK のナンバー2ですよね。ああ、あいつなら多分相馬の居所も知ってる。八神さんはご存知かどうか、 RK は神室町に息のかかったキャバクラをいくつか持っているようで、それをナンバー2の阿久津が仕切ってます。で、系列店で売り上げのいい子とか今後期待できる評判のいい子がいると、阿久津が直々にボーナスを手渡してくれるらしいんですよ。星野くんはどっからそんな情報を取ってくんだ？うちの依頼人はキャバ嬢とか神室町で働く人が多いですから。要するに売れそうな子は阿久津に会えるということですね。ええ、ここ何日かその表彰が途切れてたんですが、昨日はそれがあったみたいなんです。つまり横浜に行ってた阿久津が神室町に戻ってきてるってことですよね。なるほど、確かにそうだな。で、具体的に阿久津はカムロ町のどこに戻ってきてんだ？そこまではまだ。 RK の幹部は
毎晩居場所を変えるらしくて、多分警察に行動を把握されないためでしょうね。でも売れそうな女の子になら阿久津の方から声をかけてくるわけか。もう全然嫌じゃありませんよ、この展開。むしろ望むところです。ああ、沙織さんがまたキャバ嬢になってくれたら阿久津を引っ掛けられる。これは RK の潜入ミッションになります。だから危険なのは分かってるんですが、クソ、僕はまた沙織さんの変身が見たい。こんな自分を抑えきれない。何を言ってんだお前。どこかはっきり RK の系列って分かる店はあんのか。ねえ、ずっと前にも沙織さんが潜入したクイーンルージュというお店がありますよね。あそこが少し前 RK の半グレに乗っ取られちゃったみたいで。クイーンルージュか。あそこの店長は変わってないのかな。そうですね、もともと雇われ店長だったんですが今も変わってません。ただ以前は高級店だったのに格安を売りにするようになってて、内情は変わってるかもしれませんね。そうか、格安なら俺も行ってみるかな。あ、そうか、じゃあ僕も行きたいかも。バカ言ってる時間はありません。そうだな、沙織さんはまた服とかメイクとか準備がいるね。一緒に考えるよ。いえ、それなら大丈夫です。ん？先日マリ姉さんと一緒に RK 好みのメイクを追求したところです。今回もそれで行こうと思います。ああ、マリ姉と。でもほら、男好みのメイクはやっぱり男がやった方がいいしさ。お言葉ですが、見てもいないのにその判断はいただけませんね。お、あ、そう。沙織さんに任せるよ。ええ、こう言ってはなんですが自信のメイクです。なるほど。本当ですね、八神さんも英断でした。よし、んじゃ早速作戦を始めようか。参りましょう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。なるほど、これは確かにいいね。マリ姉さんのおかげです。完璧に仕上がってる。さすが。
バッチリだ。ええ、では参りましょうか。クイーンルージュへ。沙織さんがメイクしてる間、店長には入店のことを話しといてよ。星野君が言ってた通り、ある程度売り上げが見込めそうな子には阿久津からお呼びがかかるってシステムらしい。わかりました。要するに私は店のナンバーワンを目指せばいいわけですね。自信のほどは？できるかできないか保証はできません。ただやるだけです。どこまでもついていきますよ姉さん。沙織さん気をつけて。このお店近くを通ることは。店長、沙織さんのこと覚えてたよ。前も潜入キャバ嬢2。あ、その前に無線のイヤホン。うまく阿久津のところに行けることになったらそれで連絡を取り、何かヤバい時はすぐた。わかりました。背中はヤバに。ああ、それじゃあよろしく。沙織さんなんだね。やっぱり別格の美しさだよ。君を見てると店の全盛期を思い出すな。お元気でしたか店長。元気元気。いや、そうでもないか。前に来てもらった時はここを高級店で売ってたんだけど、それじゃあなかなか苦しいってことになってね。今は早い、安い、接客はまあまあって感じの方針なんだ。ええ、話は少し聞いてます。大きな声じゃ言えないけど、前のオーナーが賭け麻雀ではめられちゃってさ、で経営を RK に乗っ取られちゃったんだよ。以来よそと同じく格安路線に変えられちゃったわけ。でもさ、そうなると回転上げないと儲からないし、女の子の質も下がってくんだよね。見込みのある子には RK からお声がかかるとか。そうそう、よく知ってるね。 RK は稼げる人、力のある人には待遇がいいんだよ。これをって子がいるとボーナス渡して気前のいいとこを見せようとするわけ。まあ阿久津さんってのが可愛い子と飲みたいだけかもしんないけど。
久津さんとはどちらで会えるんですか？場所は特に決まってないな。もうボーナスもらう気満々じゃないな。でもきっと沙織さんなら。聞こえる？沙織さん。ええ。入店は問題なかったみたいだな。俺は今のうちに助っ人を呼んでくるよ。助っ人？なあ、阿久津に会えるようになったら全員でかかれるよ。あら、あんたが店長の連れてきた大型新人さん？なんか思ったより年がいってるみたいな。沙織と言います。どうぞよろしく。ふーん、あんた今までどこの店で働いてたの？普段は普通に事務仕事なんですけど、2年ほど前に一度こちらでお世話になったことがあるんです。何それ、気が向いた時だけのパートってこと？この仕事舐めてる？そんなお気楽な仕事だと思われんのは心外なんだけど。なるほど、ごもっともです。では今夜はお二人からプロのお手並みをとくと見せていただけると楽しみです。な、何その口の聞き方。こうやって休憩時間に新入りをいびるのもプロの技なんですよね。ああ、いけませんね、すぐそんな怖い顔したらお客様が楽しめなくなってしまいますよ。かな。見た目だけの勘違い女かと思ったら案外気合入ってんじゃん。ちょっとメグ、新入りにこんなでかい態度許していいの？この世界は実力主義だからね。仕事ができれば文句はないよ。お二人の足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。沙織さん、メグさん、クリコさん、お客さん入ります。よろしくどうぞ。じゃあ見せてもらおうじゃないの、店長期待の大型新人の実力をね。ええ、望むところです。どうもメグです。いらっしゃい、クニコです。はじめまして、沙織です。おー、沙織ちゃんね。ああ、どうぞ、どうぞ座って座って。いや、綺麗ですね。本当に、このお店最高。あ、どうもはじめまして。でもな、俺の発する意義ありは、あ、それはもう検事たちを震え上がらせたもんでね。すごいですね、さすが弁護士先生。ああ、ずるいですよ源田先生ばっかり。僕もね、こう見えて司法試験でトップクラスの成績だったんだよ。へえ、司法試験？ちょっと待ってよ、嘘でしょ。君たちもしかして司法試験知らないの？日本一難しい資格試験なんだよ。そうらしいね。資格なんだ。私も漢字検定3級取ったよ、中学の時。そんなのと一緒にしないでよ。漢字検定も立派な資格ですよ。え？司法試験に受かったなんて、そんなのもうずいぶん昔の話でしょう。あなたはまだそんなことを自慢にしてるんですか？え、あ、いや、あ、ちょっと沙織ちゃん、お客さんに向かって何言ってんの？そうですよね、つまんない。でもたくさん勉強しないと受からないんです。え、嘘、泣いてるじゃん。
弁護士になれるなんて、そのすごいですよ。やっぱり普通の人には難しいですもんね。そうですかね。ちょっと何言うんですか、もう。何です？ああ、シャンパンですね。はあ、こちらのお客様、シャンパンお願いします。ちょっとさすが弁護士先生、太っ腹。ありがとう。いいのかい、俺もごちそうになって。いや、俺はいい部下持ったな。はい。で、どのシャンパンにすんの？もちろん一番いいやつ。マジで？でもよ、この人数だと一本じゃ足りなくないか？健太先生ですね。じゃあ一番いいのを2本で。うん、ありがとな、星野君。もうお好きにどうぞ。よし、どんどんやってくれ。本当？ごちそうさまです。それでな、聞いてくれよお嬢さん方、俺は今夜は楽しいぞ。キャバクラってのはいいもんだなってつくづく思うわけだよ。全く同感です、健太先生。とにかくここは接客が素晴らしい。あー、もう毎晩ここに来たい。朝までいたい。やだ、星野先生も健太先生もお上手。そうだ、じゃあまた来るってことならキープボトル入れちゃいません？いいじゃないですか、弁護士お金持ちなんだし。そうだな、いや、お金はそんなにはないんだけど、今日はもういいよな。ボス、かっこいい。あれれ、沙織さんどうしたんですか？浮かない顔しちゃって。ほら、スマイルスマイル。そうだぞ沙織君、君はな、もうちょっと愛想よければ華やぐのにと俺は常々思ってたんだ。なんかお客さんたちって沙織さんと初対面じゃないんですか？うん、そういえば確かになんかちょっと時々ね。どうなんでしょう、僕たち知り合いだとなんかまずいんでしたっけ？まずくはないですけど、私たち初対面じゃないですか。おかしい。初対面って？やだ、もうどうしたんです？二人とも、メグさんとクニコさんが変な目で見てるじゃない。別にそういうわけじゃないけどさ。でもなんか、私たち、でも私、沙織はいけない。星野君、おい、なんか、あ、ねえ、ちょっと俺らのとこにもあの子呼んでほしいんだけど。かしこまりました。沙織さんをご指名でございますね。俺も来てもらいたい。待てよ、こっちも頼みたいんだけど。いや、これは皆様お待ちください、順番にお伺いしますので。大型新人、期待以上だったみたいね。マジか、すごいね、これは。参りました、姉さん。数々の失礼、本当にすみませんでした。そんな、今日はたまたまうまくいっただけですから。いえ、そんなことないです。なんかトークの持っていき方も色気だって全部負けたなって思いましたから。おかげで私も今夜はいいお酒飲めて勉強になりました。いやー、3人ともお疲れさ。すごかったね、
今夜は客が客を呼んでずっと引っ張りだこだったでしょ。久々の大盛況だったよ。これも沙織さんのおかげだ。いえ、メグさんと邦子さんが一緒に頑張ってくれたおかげです。そんな、今夜の MVP は誰がどう見たって分かってます。店長、ここに来たってことはもしかして沙織さんにボーナス出るんじゃありません？ああ、その通り。まさか初日からこんなトントン拍子に行くなんてね。さすがとしか言いようがないよ。阿久津さんからぜひ沙織さんをねぎらいたいって。金一封のボーナス支給だ。今早速表に迎えのタクシーが来てるよ。本当ですか？嬉しいです。私もいつかもらえるといいな。それで阿久津さんはどちらにいるんですか？着いてからのお楽しみだそうだよ。阿久津さんは自分の居所をオープンにしないんだ。もちろん神室町のどこかだとは思うし。あ、大丈夫、帰りもタクシーで送ってもらえるってことだから。そうですか、わかりました。とっても楽しみです。大丈夫だ、沙織さん。俺も今ちゃんとついてってる。すぐ助け行けるようにしてるから。運転手さん、今どこに向かってるんですか？いや、もうすぐにそこですから。神室町からは出ないんですよね？ええ、ご心配なく。この方向、多分半グレのたまり場に向かってるな。地下にあるクラブ、俺が相馬と初めて会った店だよ。ここんとこずっと閉まってたはずなんだけど、今夜は久々に開いてるってことかな。間もなく到着です。お待ちしてました。沙織さんですよね？すっごい綺麗。阿久津さんが喜びますよ。どうも、お招きいただいて。 RK は稼げる人を大事にするんです。ここに来たのはその素質を認められた証拠ですよ。沙織さんももう立派に僕らの仲間ですね。それじゃ僕が案内しますよ。お願いします。阿久津さん、今夜のヒロインをお連れしました。クイーンルージュの沙織さんです。ああ、なるほど、こりゃ前評判以上だ。来なよ、頑張り屋さんにはご褒美をあげて明日もっと稼いでもらう。阿久津さんの噂は金がね、有名人と会えるなんて嬉しいです。まあ座んなよ、疲れてるとこ釈放しろなんて言わね。半端じゃなく高いんだよこの酒。無粋か？でもこれ言わねえとせっかくの誠意が伝わんねえだろ。そんなこと。そしてこっちがお待ちかねのボーナスだ。100万円入り。普通の OL さんなら大金だよな。誰にとっても大金ですよ。ほう、弁護士にとってもそうなのか、白崎先生。どういうことですか？前にも RK に探り入れてきたんです、この女弁護士。そん時は河合のことを聞き出そうとしてきました。神室町はさ、もううちのもんがいろんなとこで目光らせてっから、怪しい動きするやつはすぐ情報が伝わってくんだよ。俺や相馬の居所をこそこそ嗅ぎ回るようなやつは大抵殺のスパイだが、それが今日は弁護士の
女先生とはな。なんで俺んとこに来た。誰の差し金だ。あ、どうやらまずい状況みたいですね。弁護士の割には鈍いな。今頃理解できたのか。まずい状況なのは私ではなくあなた方がです。なんだよう。思ったより探すの大変だったよ、阿久津。なるほど、沙織ちゃんの糸引いてたのはお前か。久しぶりだね、三下のお前が。組抜けてから小山の大将だって。笑わせんな。三下はてめえだろうが東、お前らだけで乗り込んできた根性は買ってやるよ。やがみ、お前は一度拾った命だったのにね。まだこっちは全員出揃っちゃいないよ。ああ、本当にぶっ殺してるのは相馬の方なんだがよ。とりあえず今夜はてめえらで我慢してやる。カイト、てめえまだ殺されたんなかったかよ。じゃあ戦いのゴングを鳴らすのは今日ここまで頑張ってくれた沙織さん、頼むかな。え、美人が鳴らすゴングなら余計に気合も入るってもんだ。おう、一丁景気いいの頼むぜ。そうですか、ではお三方やっておしまい。おーやー、ハハハハ。
Yeah!
阿久津、これでゆっくり話せるな。相馬はどこだ？あいつはどこに隠れてる？知らねえ。あいつは俺以上にコロコロ居所が変わるんだよ。なんだよ、結局お前もあいつの駒か。あいつはなんだ？お前らはなんであいつの言いなりになってんだ。相馬はどんな相手の嘘も見抜く。昔からそうだ。敵の言葉だろうが味方の言葉だろうがごまかしが効かねえ。裏切り者がいりゃそいつが動くよりも前に殺す。どんなに遠くだって見えてかすかな匂いだって嗅ぎつける。だから俺はあいつにだけは嘘をつかねえようにしてきた。この業界で生きるには嘘を見抜く能力に限る。アホか、そんな便利なもんあってたまるかよ。お前は何も分かっちゃいねえんだ。あいつには先が読めるんだよ。登場会を抜けるのだって誰より早かった。普通組み抜けるには大金がいる。上に金詰めなきゃ殺されたって文句は言えねえ。極道ってのはそういう世界だ。誰に向かって講釈垂れてんだ。けど相馬よ、登場会に先がねえと踏んだ途端国から飛んだ。上に一言も伝えず金も積まずに出て行っちまった。そんなのただで済むわけねえだろ。だよね。だから俺は奴が飛ぶと知った時忠告したよ。お前消されるぞってな。だが相馬は笑って俺にこう言ったんだ。この組は終わりだ、
俺が殺されるわけがない。余裕だって。むしろ俺にお前も抜けちまえ、何も気にすんなと逆に忠告してきやがって。どういうことだ。あの頃もう登場会って組織には組抜けるもんまで構ってる余裕なんてなかった。それを相馬は見抜いてたんだよ。で実際無断で組抜けたのに、あいつには誰も手出さなかった。確かに相馬はスルッと組抜けた最初の一人でした。目端が効くのは間違いねえ。登場会が先細ってる間、あいつは地下に潜って RK のネットワークを一人で作り上げちまった。それでお前は相馬のパシリになったわけか。俺に相馬を仕切る器はねえよ。俺は RK の表向きの顔に据えられただけで、裏からそれを操るのは相馬。 RK に引っ張り込まれた時から俺もそれで納得してる。お前も器がねえなりに自分が見えてるじゃねえか。阿久津、相馬は公安に使われてる。そのことは知ってるか。公安？じゃあ相馬が河合信也を神室町で探してた理由は。知らねえ。あれは相馬がある筋から金積まれた仕事だって。桑名を追う理由は。いや。なら相馬と公安の接点は。何でもいい、思い当たることはないか。知らねえ。なんだよ思い当たることって。まさかな。いや、あり得るか。ん？なあタボ、もしかしたら相馬は公安そのものだったかもしんねえぞ。ん？どういうこと？公安そのものって。ああ、公安ってのは人をスパイに仕立て上げて情報を取る、そういうのを S を作るってんだ。狙われるのは右翼とか左翼、反体制的な市民団体とかそういう連中でよ。もともとそこにいるメンバーの弱み握ったりして、公安は自分らのエースにする。公安は自分のエースを見つけて育てる。だがな、公安の警官自身がスパイとして潜入することもある。例えば極道の組織にな。すると警察の情報にやたら詳しく、嘘を嗅ぎ分けるのがうめえって極道が生まれる。じゃあ相馬がその潜入捜査官だったってこと。さっき阿久津が言ってたろ、相馬は組を抜けるとき登場会全体に先がねえことが見えてた。若い三下の組員がそこまで確信持てるとは思えねえ。だがよ、そいつが警察やら公安の情報を持ってるなら話は別だ。登場会のことも神室町の動きも手に取るようにわかる。だから相馬は登場会の解散を見越して動けたわけか。ええ、そして組を抜けたあいつがやったのは、登場会からあぶれたヤクザたちの受け皿を作ることだったってのはどうだ。その手の奴らを公安で把握監視するためにだ。実際 RK は今も俺とか元登場会の極道を勧誘してる。つまり RK って組織は散り散りになったヤクザを公安が管理するために作られた。公安のやりそうなことではあるぜ。犯罪組織をいちいち潰してたら、どうせまた別の新しい連中が出てくる。そいつらを一から調べ直すより、把握できてる組織をほどほどに泳がせといた方が利口だ。でもそのリーダーを公安が自分でやっちゃうって、ズブズブの癒着じゃねえか。相馬が公安の潜入。おい、だとしたらやべえぞ。のんきに喋ってる場合じゃねえ。何が。あいつにはこの部屋のことも筒抜けなんだ。そんな本当に公安で、今俺らが話してたことを奴が聞いてたとしたら、
おい阿久津、相馬に筒抜けだったらどうだったんだよ。相馬は誰にも今の話を聞かれたくねえはずだろうが。もうやはら明宏の控訴審に動き出す八神と源田法律事務所、さらに公安の調整官坂東に対抗するべく RK の相馬を捕らえようと画策する。だが相馬には公安の潜入捜査官であった可能性が急浮上してきたのだ。じゃあ銃を撃ってきたのは警官姿の二人組？ええ、そして阿久津のことを。その警官たち、まさか本物じゃないよね？ああ、多分相馬が自分の手駒に警官の制服を着せたんだと思う。どっちにしろそいつらを送り込んできたのは相馬だ。海藤さんが言うには公安の潜入捜査官だったかもしれない。知ってるかターボ、潜入捜査官はアメリカなんかじゃモグラって呼ばれてるらしいぜ。モグラか。でもいくら公安の潜入でも口封じに殺人までするなんて。いえ、相馬としちゃやらなきゃならなかったはずです。登場会時代からずっと潜入だったなんてバレたら、いくら組織のリーダーでもただじゃ済みません。どえらい裏切りですから。 RK には元搭乗会の人間も多いし、速攻で殺されちまいます。確かにそうね。だから偽警官たちは俺らも始末したかったようでした。できれば全員の口を封じるつもりだったんすかね。なあ、検察の方で源田事務所に警護つけらんないか。せめて今夜だけでも。分かった、すぐ手配してみる。それなら八神さんたちにも警護がいるのでは？ありがたい提案だけど、ほら海藤さんも東も元極道だから、警察に守ってもらうなんてね。ああ冗談じゃねえ。そうっすね、お気持ちだけで結構です。これで相馬はますます地下に潜ってくことになるだろうな。でももし奴を見つけ出せれば逆に公安の尻尾もつかめる。その時は沢先生の件も明るみに出せるし、桑名や楠本玲子のことも。分かった分かった、ひとまず沙織さんを源田先生のとこに送ってこうぜ。今日はそれで上がりだ。ふん。そうだな、きっちりガードするから心配ないよ沙織さん。なーに沙織、変身した途端みんなに守られちゃって。じゃああなたもたまには気合い入れておしゃれしてみたら。私は今これでもだいぶ頑張ってるんですけど。
ず。行きますか。ダグ、時間食っちゃったよ。出発しますか。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございます。待ってください。